素晴らしい熱気に包まれたスタジアム。このサポーターの後押しを受け、両チームこのゲームに挑みます。この時間はパリ・サンジェルマン対清水エスパルス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。パリ・サンジェルマン対清水エスパルス、ヘディング、いやこれはクロスバーのわずかに上、いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。吉田からカルリーニョス、抜けてくる、フェルナンド・トーレスから左サイド、フェラン・トーレス、左サイドを上がっていきます。来たか、ここはキーパー処理しました。トーレスからのスルーパス、フェルナンド・トーレスとのコンビネーションを狙っていたんですが追いつけませんでした。多少強引に見えましたが止めます。ゴレツカ、頭で来た、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。浮き球に対していいタイミングでラインの裏へ飛び出しましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。これは合いません。清水ボール、ハフィーニャ、裏を狙っていきます。さあ抜けた、乾に渡る、ペドリ、チアゴ・サンタナ、右サイドへ振って、さあ右サイドから上がっていくスペースへ、カルリーニョス、サイドを変えた形、裏へ届くか、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。下詰め、乾、スペースを狙う、いいボールでしょ、神谷へ、ここ来ましたよ、キーパーから前線へ、トーレスへ、抜けた、ヌーノメンデス、このパスはキーパーへ、ヌーノメンデスへ。前半終了です。前半ご覧になってどう思われました？パリ・サンジェルマンとしては素晴らしい立ち上がりを見せてきましたよね。結果的に得点にはつながりませんでしたけど、試合を作っていく上でのいいきっかけになりますから、当然後半も狙ってくるでしょうね。パリ・サンジェルマン対清水エスパルス、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。パリ・サンジェルマンとしては攻撃の形はできてますから ね後半も続けていきたいでしょうね。はい、積極的な守備を見せます。
下詰め。オフェンスでも貢献度の高いサイドバックです。スルーパス、うまいですね。抜けてくる、どうだと、これはThe attendance for this match was 71,898. 体を張ります。白崎。裏を狙う。来たか。シュート。ドボッソ。これは惜しい。清水は相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。パリサンジェルマンはコーナーキック2本目。しっかり寄せてますよね。高橋、ここはつながりません。スルーパスを狙う、これは届くか。ディロレンツォ、いい展開ですね。頭だ、決まった。先制、パリサンジェルマン。さあ、ようやく均衡が破れました。やった、決まりましたね。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。レオ、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあ、パリサンジェルマン1対0先制しています。大きな1点になりましたよね、はい、ゲームが動いたことで両監督がどう動くのか、そのあたりも注目したいですよね。なるほど、来た。いや、清水、同点のチャンスでしたが決まりませんでした。ちょっとこう目覚めた感じですよね、あの失点で。サイドのスペースを使います。ディロレンツォへのボール、もうこれいいですよ。シュート、来た、追加点、アリサンジェルマン。ダメ押しゴールとなるのか。フリーの状況を見逃さず見事に決めてきました。ボックス内でうまくフリーになりましたよね。パスを受けるタイミングも良かったですし、フィニッシュまで綺麗に決まりましたよね。レオン、今日2点目です。さあ、パリサンジェルマン得点を重ね2対0という展開。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。奪います。中心ファウルを取りました。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。縦に送ります。裏へのスルーパス、
自分で行く。クリアです。清水カウンターを仕掛けます。いい守備で奪う。やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。捉えてるか。ディロレンツォ、ここは読んでいました。ここで笛です。